ここに平川です。左足で上げてくる、逆サイド、太田1点返した。冷静に決めました太田、まだ諦めません。サッカーが受けた場所が非常に良かったと、仙台の選手たちがもうほとんどやっぱりボールウォッチャーですよね。その大外からの背中フリーになりました。しっかりインサイドで流し込むと、まあ、このボールの質も非常に良かったですし、まあ、太田も大外一番いいところで我慢しながら待ってましたからね、はい、仙台の選手が少し平川に引っ張られて